あ、こっちか、はい、人生終わった。はい、皆さんこんにちは。はい、本日もやってました。皆さんこんにちは。はい、本日も僕一人からのスタートということで、はい、本日も弟にドッキリを仕掛けていきたいと思います。本日やる内容はですね、実は僕ね、ちょうど1年前くらいに弟にやられたドッキリでございまして、皆さんこちら覚えてますか？これを同じような感じで弟にそのまま仕返しドッキリとしてやっていきたいと思います。ということで、本日は意外と好きやで、徳森とんが永久に出てきたら弟はどうするのか、よいしょ。やってまいりましたよ、すき焼き企画でございます。永久に今日はね、もうとりあえず特盛り丼頼みまくります。食べ物は今までほとんど残したことがないんですよ。もちろんね、嫌いな食べ物もありますけれども、嫌いな食べ物は最初からなんなら頼まないというね、あの僕らね、ちょっと道をね歩んでました。当たり前だろうと突っ込む人いないねというのを置いといて、はい、絶対に僕ら残さないんですよ。なので今日僕が特盛り丼を次々に頼みますけれども、全て残さずにエリス君に食べていただきたいと思います。弟、これもう目玉飛び出ちゃうよね、びっくりしちゃうよね。僕もね、最初からね、あの、手伝うよとか言いません。もちろん残ったら手伝いますけれども、最初はエリスにそれ伝えずに、もう思いっきりと目玉をバコーンって飛び出させます。ということでね、弟も実は、あの、この後ね、スキャイことは知ってます。でもね、内容は知らないんですよ。はい、皆さん、それではスキャで永久に特盛りとか出てきたら弟はどうするのか、皆さんに一緒に見ていきましょう。はい、皆さん、エリス来ました。僕の大好きな弟来ました。何時だと思ってんだ！ごめんなさい、お待たせしました。本当にいつも僕が待たせてるからって何？それがもう仕返し？うざげるな。俺が待たせてるからってお前を待たせる必要ある？お前、誰かが何かやったからってね、例えばね、あのカップルだとして、あなたが浮気したから私も浮気するわ、うざげんな、この野郎。お前、何に切れてる？わかんない、ちょっとお腹空いて切れてる。まあ、あの、本日の撮影は、まあ、オフの感じでちょっと、まあ、Vlog なんですけれども、お前もお腹空いてる？俺ちょっと腹減ったから先にスキャンしんでもいい？いや、いいけどさ、マジ腹減りすぎて、うん、腕が痛くなってきた。腕が鳴るぜだろ。いや、マジで本当に腹が減りすぎて頭が働かないから、とりあえず行こう。まあ、ドライブしながらスキヤ行って、スキヤのシーン撮って、その後のシーンをその後撮ろうか。はい、わかりました。わかりました。何食ってっけ、俺らいつもスキヤで。やべえ、忘れた、久々だな。スキヤならそぼろだけど、最近チーズ牛丼にもハマってんだよ。スキヤの牛丼は牛丼もなんかちょっと時代遅れだよね、ごめんなさい。誰に謝ったの？今一応回ってるからさ、まあ、ここからもう Vlog だから、ここからスキャンまで全部で、スキャンの後のシーンも全部回ってるから。どんな動画にすんのこれ？俺らの一日ルーティン、俺らの一日ルーティンや。昨日話した通り、まあちょっと付け加えたりもするかもしれないけど、まあ、普通に今日オフだから一応。分かったから、スキャンのシーン先にやろう。マジ腹減った。だからそれやるって言ってんよ。俺も腹減ってるから、先にスキャンのシーンやってから、その後行く。マジ腹痛くなってきた、ガチ。行こう。もう飛んでイスタンブールじゃなくて、今日はせーの、行こう。じゃ、飛んでスキャン。ダッサ、お前が言わしたんだ。はい、早速頼んでいきましょう。まあ、僕ら好きや、たまにね、お邪魔するんですけど、その際はいつも鶏そぼろだよな。はい、そぼろ以外食べません。サイズどうする？サイズはね、大盛りでいこうか。大盛りにしようか。いや、でもあんま変わんないし、特盛りいこう。まあ、特盛りいけますか。じゃあ特盛りにいこうか。結構変わるな、あんま変わんないときに。じゃあ、鶏そぼろと特盛りを2つだよ。これ、お茶？これね、お茶だね。このお茶なんか食欲を注げる。そうだね。でもさ、それあるよね。なんかさ、こういうさ、ファーストフード店に来てさ、やべ、お腹空いてないとかなるじゃん、たまに。ね、マックでもそうなんだけど、これ最初飲み物飲んだらすごい食欲わかる。なんか入ってんのかな。そう、これね、戦略だと思いますよ。お腹空きましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。そぼろ丼。超うまそうなんだけど、テンション上がった。スキャに来たら、まあ、とりあえず鶏そぼろ丼ですね。一丁上がり。まあ、食うよ。何でも待ってた。あ、ありがとうございます。人生終わった。もぐり。うまい。久々に食う鶏そぼろ。うまいっす。お前、残すなよ。僕たちは今までね、本当にご飯をね、残したことほとんどございません。ね、残さない。本当にね、食べ物は大切にする兄弟でございます。いろんな企画やったけど、なんだかんだ、まあね、本当に口に出すのも気持ち悪いけど、ゴミに出したことはないやね。一回もない。ね、食べれなくても、お家でね、大食い企画やって食べれなくても、冷蔵庫に置いて、翌日食べたりする。そう、本当にね、食べ物は無駄にしない兄弟として、僕らも有名なので。どこで有名なんですか？日本で有名だろう。どこで食べ物を無駄にしない兄弟として有名なんだよ。この前街で声かけられて、食べ物を無駄にしない兄弟さんですよね。絶対 150% ですよ。そんな1ミリも持ってない、みんな。僕らは勝手に持ってるだけ。なんでわざわざ食べ物を無駄にしない兄弟、どんなキャラでやってきてんの、ね、YouTube とか。
せめてさ、車好きの兄弟ですよねとかってわかるけど、食べ物の無駄にしないけど、なんかジャンルつまんない。すごい大切なことなんだけど、ジャンル的にはつまんなくね。食べ物を無駄にしない声優中だ。最後はね、スプーンでやっぱ食事を無駄にしない兄弟として知られてるので、こうなります。米粒一つも残さない。あ、一個残ってる。いやいや、残ってね。僕にも、はい、ありがとう、弟。ごちそうさまでした。いや、まあ、まだいけんだから、取れてる。もう気持ち悪い。え、はい、あ、こちらか、どうぞ。え、 これは特盛りですよ。人生終わった。え、ミス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 じゃねえ、俺ら2つ差なんだよ。で、俺ら2つ差なんだよ。いやいや、また2つ差すぎる。お前、おまけにスプーンでガブリつけ。お箸なんて持ち掛けられない。マジマジガチガチでいい。いや、分かった分かった。多分、本当にいい。でもさ、影響がないってことは間違いにしてくれたら、だからラッキーだと思って、ラッキーだと思って食べるしかない。待てよ、これ企画変わった。俺らには特に2つなんですけど、3つ売ってきて、デフ表には2つしか書いてない。1つは無料。無料ならこうよ。2023年の9月、無料で日本で飯が食える時代がやってきました。あ、だってこれ歴史的瞬間じゃない。よいしょ、歴史的瞬間へようこそ。なんかラッキーだから、とりあえずじゃあ頑張ってみる。お腹いっぱいでもよく頑張れる。明日の分も食べます。食事行くよ。なんか悪いこと本気だ。ちゃんと払うって払わへん。ちゃんともちろんちゃんと払います。ご安心ください。だぜ、これ特盛りだよお前。もう無理。ファミリーも2つは無理。あ、来た。はい、人生終わった。これじゃあおつまみ系。あ、はい、まーす。これは伝票も来たってことは忘れてないってことだ。分かった、お前。お前の仕業だ。永久にスケアで鶏そぼろの前に行ったら弟はどうするためでした。待ってよ、まだ2杯目も終わってないから。マジ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 。てか、お前どうやって頼んの。俺ずっといたい。トイレも行ってないし。それがなんと、モバイルオーダーができるんですよ。は？モバイルオーダー、やられた。モバイルオーダー。いや、俺ね、うすうす気づいてたんだよ。こいつなんか今日やってくるって。でも一回もスティック立たなかったもん、わざと。自然にヘレス君残しちゃったら、僕も手伝うと言ったけど、結構お腹いっぱいで手伝えない。やめろ、めんどくせえな。マジかよ。分かってたんだよな、こうなるって。結局はもう自分自得のきっかけなんだよ、自爆。食うよ、お前ちゃんと。はい、もう食ってんの。これだけでいいんだ、お前強いな、意外と。いや、もうやられたからに、ね、は打っててやろうと思って。やべ、あったかくて美味しい。こうやって頑張ってるお前見ると、なんかお兄ちゃんハッピーだわ。いい子だよね、みんな。いつもね、ちょっとふざけてる時あるけど、こういう時に改めて知る。いい子。これなかなかあんまり見らっしゃらないですか。見らっしゃらないですね。なかなかこの量は。マジですか。はい、初めてですか。初めていますね。すごいじゃん。これ特盛りですもんね。そうです、すごいです。お兄さん食べれます。いや、これいいっすかね。ありがとうございます。すいません。僕もいい子でよかったんですけど。完食でございます。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあ、お会計よろしく。え？マジきつい。マミ。マジシートベルトきつかったんだけど、寝返るまで。もうシートベルトなんかしなくても、多分お巡りさんに事情説明すれば俺ら違反切られない。やれますよ。何が事情、事情も何もねえよ。ってかさ、マジで、マジですごいな。お前、ほとんど3杯全部食ったじゃん。エムル、近い。俺ももうやんないから、お前ももうこのようなドッキリはやめよう、お互いに。やりますよ。近いなんて、そんなことしませんよ。ふざけるな。まあ、でも結局さ、僕もね、食べちゃったんだよな。結局さ、自業自得で僕もドッキリやられてるようなもんじゃん。待って、エムル、ガチトイレ、トイレ、トイレ、トイレ。は？
マジトイレ行きたい、トイレ行きたい。待って、一回動画切れ、お前。大成功だったんだから、動画切ろうか、まず。はい、ってことで、皆さん、これは切れたら、こういうことじゃなくて、どうぞ、お客さん。よしよしよし。よしよしよし。まあ、てか、トイレとか、お前、マジ消化早すぎだろ、ちょっと待てよ。いやいや、昨日の分が今押されてんの、早く。まだ言わないといけないことがあるんだよ。俺さっきさ、好きやでさ、食べてるときにお前にさ、もう二つあるって言ったよな。ああ、冗談だろ？いや、二つあるんだよ。あともう二つ頼んだんだよ、俺。え、もうスキヤ出たやん、俺。スキヤ出るときにもう二つモバイルオーダーやる頼んだの。でもスキヤでは出てこなかった。なぜなら場所が違うから、今回は僕たちの MLA ハウスに届くの、夜8時に。ウーバーしたのか、お前。夜8時というのは、あと1時間半後。1時間半後にまたね、特盛りがね、何個も何個も連続で届きます。わかった。何？俺らのさ、うん、後ろかにさ、うん、24時間ゴミ出し場あるやん。うんうんうん。来たやつそのまま。ポッて捨てちゃえばいいんだよ。おお、スルーみたいな、ピュンみたいな。ああ、バレないじゃん。まあ動画では、なんかあの食べ物を粗末にしない系 YouTuber みたいな言ったけど、あ、まあ実際誰も見てないし。まあ見たいね。来た分捨てちゃおう。まあ飾ったもん勝ちだよ。これが僕たちのキャラ。待てよ、なんかさ、夜だからかわかんないけど、なんかフラッシュ、何、なんか光ってんの、目になんか光が入ってきてんの。お前まさか動画切ってないって言うなよ、お前。お前やどうしよう、何人情、あら、まあ困ったね。お前これどうすんだよ。何人情だこれ。お前これスキヤ人情です。スキヤ人情だ。